はようございます。釣り子 TV です。2月に入ってすごいのが店頭に並んでましたね。これ今活の最新のですね、羽物プラグアベンタクローラーの RSR っていうことで、 SNS なんかでもね、結構いつ出るんだろういつ出るんだろうなんていう風にね、見ていたんですけども、釣り具屋さんの SNS とかで入荷しましたなんて言ってね、もう慌ててこう探しに行って、なんとかねこれ買うことができたんですけども、このカラー超良くないですか。これ人気カラーになるんじゃないかなと思うんですけど、ブラックバットってカラーで、このね頭のところになんかバットマンみたいなマーク入っちゃってるんですよね。こりゃシビーやと思ってね、このカラー選んでみたんですけども、早速ね、どんなルアーか開けて中の様子をね見ていきたいと思います。まずねパッケージはこんな感じで、今活って感じのパッケージですけどね。で裏にはこういう細かい説明書きが書いてあって、はい、じゃあね早速開けていきたいと思います。どんな感じかな。よーし、よいしょ。こんな感じでこう紐で固定されてますね。でこれを外して、はい、出てきました。かっこいいですね。このちょっと紐は切っとこうかな。はい、紐を取って、おー、いい感じじゃないですか。この羽のプラッグかっこいいですね。以前のやつだと、なんだろう、こうマジックで羽を黒く塗ってみたいなねチューニングとかありましたけども、これね最初からこういう感じのガンメタブラックな感じの羽がついていて、でこの視認性の良さそうなねこうバットシグナルみたいなのが頭についていて、顔周りはねこんな感じですけど、ね、オリジナルのアベンタクローラーに非常に似ているんじゃないかななんていう印象があって、でもね一番の特徴はやっぱこの RSR っていうことで、非常に後方に配置されたこの羽ですよね。うん、アベンタクローラー RS でね、大好評の後方に羽が、ね、ある、まあ、これはねアイデンティティじゃないかなっていう感じですけども、これによってこう後ろでねこれがアンカーのような役割を果たして、すごいね狭い距離でネチネチずっとね、バスにアピールを続けることができるっていうね、こういった機構ですよね。これがこういう感じでね後ろの方に配置されていて、でここの羽の接続部を見るとこういう感じの接続ね、非常に複雑なパーツがね重なってっていう感じでね、ついているんですけど、これによって独特な、まあ、こういう感じのちょっと金属の擦れ音みたいなね、音が出てっていうね、こういった羽の接続になってるんですよね。でこの羽を接続するにあたって、ここもっこりとね、ちゃんと台座みたいな作りになっていて、中にねこの釘がいっていないはずなので、この中のね、基質は、しっかりと密閉された状態で、保たれているんじゃないかな。それによってまたね独特なね、サウンドというか、まあ、あとは水離れの良さというか、そういった要素になってくるのかななんていう風にね、感じますけども、はい、まあこのなんかアベンタクローラーならではのねこのボディの感じがいいですよね。で今回これブラックバットっていうカラーですけども、本当バットマンのねバットモービルを彷彿とさせるような、まあこれだとイメージ的にパート3に出てきたザ・バットっていうなんか空飛ぶねなんかゴキブリみたいなマシンがあるんですけども、バットマンついに空を飛んだみたいな感じのね、ザ・バットっていう感じの印象ですかね、バットモービルっていうより。まあ、そんなところは置いておいて、こんな感じですね。じゃあね、オリジナルのアベンタクローラーの RS と比べたらどうなのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい。これがね、手持ちのアベンタクローラーの RS なんですけども、
まあこれはねよく釣れるルアーですよね。まあ天候問わずハイシーズン中は、まあ、雨の時なんかねトップウォーター投げるって印象がありますけど、晴れの日なんかも非常にこう移動距離が短くネチ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 誘えるから、すごいヒット率が高いなーなんていう印象で、まあ、ちょうどなんか雨の日にね釣ったよなんていう動画も上げてるんで、よかったらあの上の方になんか貼っておくんで見ていただければと思いますけども、まあよく釣れるルアーね、魚を騙しやすいルアーで、このラフな感じで取り付けられたね、羽が非常にねいい感じの仕事をしてくれて、やはりね一箇所でネチ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 とね、誘うことができるっていうね、非常にもうなんだろう、もう超名作中の名作ルアーですよね。で一番の違いはこの、RS はウッドでできているのに対して、こちらの新しく出たですね RSR は樹脂ボディっていうことですね。でこれもあの ABS 樹脂とあとカルピスボーンっていう、なんだろう、非常に軽やかに動くって言われている、まあ、乳白色のね、樹脂ですね。その2タイプが出ていて、これはですね、黒く塗られてるんですけども、内部的にはそのカルピスボーンっていうですね、樹脂が使われているモデルみたいですね。まあ、こんな感じで、サイズ感の違いで見ていくと、こういう感じのね、違いになってきますが、まあ大きくなったよなっていうのが第一印象と、あとはねこっちやっぱりねウッドなんでこう持つとねちょっとグッとね、した感じが独特な、なんだろう、身が詰まってるっていう感じがあるんですけど、こっちはね、見た目の割にこうつまんでいるとね非常にね軽快な感じに動きそうだな、まあちょっと軽いなっていうね、こういった感じになります。後でねちょっと重さの方も測ってみたいと思いますが、まあまあまあオリジナルのアベンタクローラー RS からこういう樹脂ボディになって、RSR になったっていうことですね。で裏にねこう説明書きの方が書いてあるので、ちょっとそちらも、見ていきたいと思いますけども、ビッグクローラーベイトの最終形態アベンタクローラー RSR、空気を切り裂き水をつかむアベンタクローラーのフルサイズエアロダイナミクスボディに、キリウッド製アベンタクローラー RS の比類なきスーパーデッドスロー能力をコンバートしたビッグクローラーベイトの、究極最終形態アベンタクローラー RSR。 アベンタクローラー RS で培った唯一無二の、ボディ最高峰のリアウィングセッティング技術により、飛行時には、開閉式、矢尻のようなシルエットでスライスやカーブをしない直進安定飛行姿勢を実現、クラス、最長不倒の飛距離と抜群の遠距離、スポットシューティング能力を発揮します。また着水時に裏返っても自動的にくるっと回って復元、移動距離を無駄にすることがありません。そして、最後方に位置したビッグウィングは着水と同時に水に突き刺さるアンカーのごとく即座に水をつかみ、クローラーベイトの、最強能力である移動を限界まで抑えた究極のスーパーデッドスローハイピッチ、クロールを実現しています。同時にアベンタ RSR では超低速のみならず、中速から高速まで追従するスピード対応能力も、向上させることに成功しています。ウィング連結部台座には今かつオリジナルのノイジースクラッチ機構を採用、硬質、空洞樹脂ボディの共鳴効果と相まって、使い込むほどにバスを魅了する、金属摩擦によるスクラッチサウンドを発生させます。最高峰トーナメントでも数々の輝かしい実績を残し続けているアベンタクローラーシリーズの、最終進化系ともいえるフルサイズのビッグクローラーベイト、アベンタクローラー RSR、 その比類なき威力をフィールドで存分に、体感してくださいっていうようなことがこの後ろにはね、せっせっと書いてあるんですけども、まあこの後ろにあることによってこう水にパチャコーンって入った時に、なんだろう、こう通常の位置についてるやつたまーにこう裏返って着水して、あーとか言ってこうなんかちょっとなんだろう、ジャークとかツイッチ入れてくるんってねこっちに戻すみたいな、まあロスタイムが発生することがあるんですけど、まあ考え方によってね、そのひっくり返りの、独特な動きによってバイトをね誘発するっていう考え方もあるんですけど、まあ基本的にはこういうね、
正しい状態で浮いてくれた方が動き出しはいいであろうっていうことで、こう矢尻のようにこれが閉じてこうピューンと飛んでいって水に入って、でこれがね後ろの方でねこうなんか待ってるとこうグルリンっていう感じでね、あの RS の時はグルリンって感じでこう常にこの泳ぎ出しナイスなね姿勢になってくれるっていうね印象があって、これにもねその機能が継承されているっていうことですね。まあ、あとはここがこんだけ閉じることによって、まあ、矢尻のように飛んでいって、でまあなんか、空気抵抗少なめでそんなカーブとかしないで狙ったところに、スポッと入れることができるよって、そんなようなことがね書いてありましたね。で今ねあの触っていて感じたんですけども、これね最初から針がめっちゃいい針がついてるなっていうね、この吊るしの状態でねもうすぐにね、投げれるようなこう針がついて、これは嬉しいなというところと、ここの、オリジナルでついている最初のこのスナップもね非常にいいスナップがね、ついている、こんな感じのね、これね結構買ったらね高いんじゃないかなっていうスナップが最初から1個つけてくれてるっていうね、嬉しい仕様になっております。で、SNS なんかでも読んだんですけど、こういう羽物のクローラーベイトって毛が生えたね針にチューニングしたりっていう印象をね、まあダッチとかね、最初から毛のついた針がついていたりっていうのがあってあるんですけども、これに関しては、そういう針をつけてしまうと、その、独特なハイピッチな、チャカ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 ーって、こう、デッドスローでチャカチャカーって動き、続ける性能がちょっとね、ブレーキがかかってしまうっていうことで、こういう羽のついていない針を、最初からね、使ってくださいねっていうようなのをね、読んだような気がします。そして、この、まあ、スプリットリングを追加するチューニングなんかもありますけども、最初はこの1個、1個ついてるんですけども、それも不用意に増やしたりすると、その、動きのレスポンスの良さをね、損なってしまうことがあるっていうことで、この前の方であれば、1個追加してもいいよ。でも、この後ろの方は、追加しない方がおすすめだよ、みたいな風にね、書いてありましたね。まあ何にしてもね、今2月の、まあめっちゃ寒い、時ですけども、この手のね、移動距離を抑えてネチネチ誘うルアーっていうのはね、もう、それこそね、まあ2月でもよっぽどタイミングいい時に出たりするんですけども、例えばまあ3月のね、南風のあったかい雨の時であるとか、あとはスポーニングシーズンにね、入ってからもね、こういうネチネチイライラさせるようなね、トップウォーターって非常に有効だったりするので、まあ今年で言ったら、まあ3月ぐらいにね、なんとかね、一匹これで釣ってみたいなーなんていうね、もうあと2月には入ってますからね、1ヶ月ほどでね、そういったこれで楽しい釣りができるシーズンに突入するんではないかなーなんていうふうに、思います。で、まあ、最後にね、これで重さね、測ってみたりして、動画の方は終わろうと思うんですけども、はい、まずね、オリジナルのアベンタクローラー RS、これ何グラムだったっけなーってことで、23.2 グラムって出ましたね、23.2 グラム。これね、非常に投げやすいんですけどね。はい、じゃあ、新しく出たですね、アベンタクローラ RSR。これは何グラムでしょうか。38.4 グラムって出ましたね。だいぶこう、なんだろう、それぞれ測ってみるとやっぱ重さはだいぶ変わってきますね。で、これとまあ飛行姿勢が安定しているっていうことで、まあスポットにね、投げやすいではないかなっていうことでね、早く投げてみたいなといったところです。まあ何にしてもね、非常に楽しみなルアーが2月に登場してくれましたね。これでまあ、あとはジョイクローラーなんていうのもね、去年の末に出たりしてますからね、本当またなんだろう、これ使ってみたいななんていうね、羽物がね、どんどん増えてきたなっていう感じですね。まあ2月はどうかな、釣れるかな釣れないかな、まあちょっとタイミングがあったらね、動きの方は見ておきたいななんていうふうに思うんですけども、引き続きですね、実況動画の方でもどんな動きするのかとかね、そんな感じで追いかけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、今勝から2月に新登場したですね、期待のトップウォータープラグ
アベンタクローラー RSR、これをね買ってきて開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。